はい、皆さんこんにちは、ペペペです。今日も聖地巡礼編、韓国でも大人気ドラマ孤独のグルメシーズン2エピソード3で紹介された焼肉屋、特別なネーミングセンスで名前も忘れられない、ここウェルカム焼肉平和園の方が正しいと思いますけど、外国人的には分かりやすい名前、焼肉ウェルカムではダメですかね。最寄り駅から少々歩いて住宅街の奥まで入ったとこでこの店あります。住宅街ってなかなか通るチャンスないですけど、森のようなビルまみれの風景と一味違って歩くだけで落ち着きますね。ここにはどんな人たち住んでるんでしょうね。ちなみに月と火はお休みの日です。ドラマを見てなかったら三角丸、果たして注文できたのか、三角四角丸プレステ好きなんかな。分かる情報はお値段だけ、まるでガチャでお肉を選ぶ気分だとしても外れはないから、いろいろ食べてみっていう店の方針でしょうね。本格焼肉と飯、スープまで楽しめて、ちゃんとした一息つくための店だ。すみません、注文よろしいですか。ゴロ様を敬う気持ちでまずゴロさんセットで注文。丸と三角とわさびカルビとライス中と、あ、とりあえずこれでお願いします。あ、はい、あ、とまた、ゴロさんは注文してない、生もお願いします、はい、アルコールも一緒に。ぼっちのみ、ぼっち焼肉、七輪って久々やな。七輪と面と向かってたのはいつだったっけな。メラメラ姿にメロメロ、テーブルにいろんなソースあって、これだけホイルで包まれてました。これがこの店の秘伝ソースですかね。この味、一言で言いますと、あ、ニンニク、強めのグーパンチが必要でしたらどうぞ。シンプルを通しっていうか、大盤振る舞いキャベツ、4人テーブルのもの間違ってないよな。焼肉屋でたっぷり野菜、喜びの別。肉ばっか食べちゃダメだよ、野菜も食べな。うん、食べてる、たくさん。おいでなすったな。カルビ、霜降りが半端じゃない。雷連発模様のお肉との、炎に当たったらより輝き出す人望、わさびカルビでしたよね。わさびもたっぷり乗せて食べています。次は三角、形三角形ではないですね。一次元的な発想かな。ドラマの説明でしたら肩バラ、四角形の三角からいっちゃいます。お肉が良すぎて火は短めに通した方がお得のような気がします。強め短めでいきます。網模様の刻印、赤身も生かしたレア状態、自分ながらも上手に焼けてるわ、褒めてあげよう。ではいただきます。おお、こんなに柔らかい肩バラってあったのか。高級な牛タンレベルの食感と柔らかさ、厚みもあって噛み応えもあるけど、あまりにも柔らかくて喉に気づかれず胃袋まで流れてしまった。おいしい。塩と胡椒で味付けしてるっていうことは、タレ勝負ではなくお肉勝負、塩味だけでご飯進むって、このお肉モラル意識高い。うまい。だからといって味に選択肢がないわけでもない。あれこれで4種類。次はわさびカルビ。ひっくり返すたんびに網の模様が変わる面白いギミック。わさびたっぷりのせて一口。この味、想像したって想像以上やな。いただきます。超とろける味、見えてる霜降り以上、風味ある牛肉の脂身が食べてるけど食べたくなる。火を通したからかな、わさび多めでも鼻を打撃しない。おいしい。わさびが強かったらわさびカルビではなくカルビわさびになってるでしょう。カルビわさびだったとしても味に疑いはない。次は丸、
ドラマの説明だと太ももあたりのお肉、迷路が連想される。ボールペンで入り口と出口線引きたくなる。見た目は怖いけど付き合ってみたらとっても優しいツンデレキャラ。うまい。口の中でポンポンする味、見た目では想像つかない味、メガネ外すと美男美女のような味、弾力も良くて歯ごたえ抜群。やはりお肉の品質良すぎ。ゴロさんはウーロン茶召し上がってたんですけど、スパークリング麦茶も悪くない。ではこれから焼肉パーティーのパリピになります。焼きすぎると損、お肉は焼きすぎないようにだけ要注意。集中して焼こう。忙しい現代社会、経営、財務管理、人事管理、いろいろあるけど、何より大事なのは網の上踊る牛肉管理。ニンニクが臭くなかったとしたら、胃もたれがなかったとしたら、個体数少なかったとしたらですね、フォアグラ、キャビア、トリュフと肩を並べる不老不死の戦略になったかもしれない。各自部位の個性が目立つ。同じ才能のものばっかりだと不協和音もあり得るけど、それぞれ個性のある才能を持ってるお肉が集まって同じ方向性で大業を成し遂げてる。ウェルカムと。玉ねぎとピーマンで口直し、少々インタミッション。引き続き演奏までの余韻を楽しもう。ぼっち焼肉の醍醐味、3枚一気にいっちゃいます。誰かと一緒に食べたとしたら俺のことチンピラって思われるだろうけど、今はぼっちです。友達がいるとしたらカメラに映ってる自分自身。オフで何の目的もない、今日焼肉でも行くって言われて何も考えずに一緒に焼肉食べに行ける友達が一人でもいたら、その瞬間幸せな一瞬ではありませんかね。うまい。ライスも中央頼んでるんですけど足りない。スタミナとか考えてこれからは焼肉では大根。三角のソースはシンプルさっぱりレモン。レモンって飲み物でもお肉に濡らしても美味しいんだ。レモン最高。キャベツを忘れてた。実際は飯が欲しかったけど、米注文しちゃうとお肉がもっと食べれなそうで、キャベツでしのぐことに。あ、話してみりゃ肉をもっと食べるために米を抑える、なんていう幸せなコメントなんだ。すいません、おすすめカルビ一つと追いキムチ一つ、生も一つお願いします。はい、あー気づかなかったけど確かに追いキムチって言ってますね。ちなみにキュウリが韓国語では追いです。
メニューにも追いキムチって書いてあったので、そのまま喋ってしまった。俺はいいとして、日本の方々向けにこのネーミングやったら注文率下がんねえのかな。でも三角四角って書いてある時点で、そんなの気にしてないプライドのある店だ。余計なお世話とかは俺の人生だけにしよう。俺が一番好きな呼吸って炎の呼吸かもしんない。煙と炎を制覇するときっと食べ物は美味しくなる。明確な目標、明確な達成感、近いところにある。焼肉でも味わえる。次はきゅうりキムチ。熟成も良し、いい感じで冷えてて、単独で食べてもお肉とも米とでも美味しい。無限に食べれるような味です。次は五郎さんも追加注文してたおすすめカルビ。上級霜降りカルビにタレですね。いただきます。おお、これ間違いなく米のための味。わさび味、タレ味のバリエーション、タレのカルビ、米、きゅうりキムチ、キャベツ、月下水木金が回復する味。米抜きでは多少味濃いけど、キャベツ食べて味付けも調整、体に食物繊維も供給。頑張って食べてるけど、キャベツまだ半分も減ってない。本物を食べなきゃいけない、ドラマのセリフでもあるけど、確かにそう。お肉の部位、品質、選別、味付け、いろんな差別化があり、何度も何度も尋ねたい味。他にも気になる部位多いから、お家帰って歯磨きもせずそのまま横になりたい。一日の終わり、一週間の締め、月の締めでもいい。人間は機械ではないけど、人間が機械だとしてもそう。メンテナンスしないと望んでないタイミングに壊れて状況を激変したりするから、人生にささやかな締めでもあったら自分の体手入れしてあげよう。ここもレモンシャワー。米も進むけど、お酒も超進む焼肉。やっぱり焼肉は一緒に来てください。誰でもですね。今日もごちそうさまでした。